どうも、キタヤンカンフージェネレーションです。今日の動画はですね、レミオロメン全オリジナルアルバムざっくり紹介でございます。皆様、レミオロメンと聞くとですね、粉雪とか3月9日のバラードバンドですよねって思うかもしれないんですけども、違う違う、そうじゃないんですよ。思わず鈴木雅之さんになっちゃいましたけど、今日はですね、レミオロメンはバラードバンドじゃないんだぞというところも含めて、今日はファーストアルバムの朝顔から5枚目のアルバム花鳥風月までをざっくり紹介していこうと思います。まあ、でもなんでこのタイミングでレミオロメンを紹介するのかと言いますと、なんと今年レミオロメン活動休止から10年なんですよね。まあ1年前もですね、レミオロメンのおすすめ5曲ということで動画作ったことありまして、今もちょこちょこね再生していただいたりとかコメントいただいたりとかしてるんですけれども、まあ、活動休止10年になる今年、今こそまた紹介したいなと、アルバム聴いてほしいなということで今回動画作っております。まあ、レミオロメンと聞くとね、粉雪とか3月9日ぐらいしか聞いたことないなという方にこそ、ぜひオリジナルアルバム聴いてほしいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいてアルバム聴いていただきたいなと思います。それではレミオロメンが復活する日を願ってアルバム振り返ってまいりましょう。はい、というわけで、まずはファーストアルバムの朝顔から紹介していこうと思います。この朝顔はですね、2003年11月19日に発売してるんですけれども、このアルバムね、ファーストアルバムにしては非常に地味な内容なんですよね。まあだから僕ね、最初に聞いた時あんまりこのアルバム印象に残らなかったんですよ。でも何回か聞いていくうちにこのアルバムの良さにね、だんだん気づいていったって感じなんですよね。で、このアルバムで特にね、聞いていただきたい曲がですね、ビールとプリンっていう曲なんですよね。もうこの曲がとにかく僕は大名曲だなぁと思っているんですけど、どういう曲か簡単に説明すると、まあ、同棲してる彼女が、まあ、プリンを食べたいって言うから、まあ、僕はね、彼氏は、コンビニに行って、ついでに自分の分のビールを買って、帰ってきて一緒に食べるみたいな内容なんですよ。そういうね、日常の何気ない一コマを描くのがうまいのがね、レミオロメンなんですよ。で、他にもですね、電話って曲もあるんですよ。この曲どういう曲かっていうと、遠距離恋愛の曲なんですよね。まあ、だからね、この曲聴くとね、昔遠距離恋愛してた時のことを思い出すんですよ。そういうね、個人的な思い出も込みで好きな曲なんですけど、今まさに遠距離恋愛してるという人はですね、ぜひ一回聴いてほしいなと思います。他にも豆電球とか、昭和とか、タクシードライバーとかいい曲いっぱいあるんですけど、このアルバムというか初期のレミオロメンはですね、結構その地めっとした地味な曲が多いんですよ。でもね、こういうじめっとした曲こそがレミオロメンなんじゃないかと僕は思うんですよね。そしてこのアルバムのレビューをロッキンオンジャパンの鹿野さんがしてたんですけども、どういう風に評してたかというとですね、すべてを塗り替え、世界を輝かせる奇跡のメロディーとグルーヴ、懐かしさも鮮烈さも抽象も具象も一瞬も永遠も音楽という表現手段で可能な感動すべてを鳴らし切る。普段着のマジックに満ちたファーストアルバムという風にですね、めちゃくちゃ絶賛してるんですよ。で、確かにこの表現めちゃくちゃわかるんですよね。特にね、普段着のマジックってとこがすごくわかるんですよね。なのでレミオロメンのね、本当の魅力っていうのは、そういう日常の一コマであったりだとか、じめっとした暗い曲調であったりだとか、そういうとこが魅力なんじゃないかと思うんですよね。まあ、ファーストアルバムだけでもね、かなり語っちゃいそうなんで、これぐらいにしときます。はい、それでは続いてセカンドアルバム、エーテルでございます。このアルバムは2005年の3月9日に発売してるんですよね。このアルバム、セカンドアルバムにして最高傑作なんじゃないかと思うんですよ。まあ、このアルバムの特徴として、ストリングスが入ってきてるんですよね。で、そのストリングスの入り方がですね、絶妙なんですよ。ギターロックっぽさとストリングスっていうすごく J-POP 的な要素が絶妙なバランスで成り立ってるアルバムなんですよね。で、このアルバムは全12曲中6曲半分が揮発曲というですね、まあ、ちょっとファンにとってはね、もっと新曲聴かせてくれよみたいなアルバムなんですけど、それを感じさせないぐらいね、めちゃくちゃいいアルバムなんですよ。まあ、個人的には、まあ、春夏秋冬とかね、コスモスとか、
海のバラッドとか、まあ、ドッグイヤーとかめちゃくちゃいい曲なんですよね。まあ、もちろんね、モラトリウムもすごくかっこよくて好きなんですけど、さっき言った4曲が特に僕のお気に入りなんですよね。でですね、さっき言ったこのアルバムの発売日、2005年の3月9日って言いましたよね。このアルバムが出た日にですね、レミオロメンは武道館ライブやってるんですよ。まあ、その模様は3月9日武道館ライブって形で DVD になってるんですけど、セカンドアルバム出た日に武道館ライブやるっていうね、いかに当時レミオロメンが人気だったかってことがわかりますよね。正直現場にね、ライブに行った人はほとんどね、そのアルバム曲とか聞き込めないまま行ったんで、だいぶ試されてたなとは思うんですけども、そういうね、大傑作アルバムエーテルなんですけども、まあおそらくこのアルバムが一番ファンの間で人気高いんじゃないかなと思うんですよ。僕の周りだけかもしれないですけど、まあレミオロメン好きな人にね、好きなアルバム何って聞いたら、間違いなくエーテルって言うんですよ。それぐらいファンの中では人気高い作品なんで、まあ、この駅とかね、3月9日ぐらいしか知らないという人はですね、まあ、3月9日も入ってるアルバムなんで、ぜひこのアルバムね、聴いてほしいなと思います。はい、続いて3枚目のアルバム、ホライゾンでございます。このアルバムは2006年の5月17日に発売しているんですけども、まあ、このアルバムはですね、まあ、一番売れたアルバムなので、まあ、一度は聴いたことあるという人多いかもしれないんですけども、まあ、このアルバムですね、1曲目のスタンドバイミーからもう最後の流星まで完璧な流れのアルバムなんですよ。もう正直ね、そりゃ売れるわって感じなんですよ。これまでの朝顔、エーテルに比べるとだいぶポップスに振り切ってるね、アルバムなんですよ。だから逆にファーストアルバムの時みたいなこうジメッとした感じがね、全然ないんですよね。しかも曲のキーもちょっと高くなってるんですよ。なので本来のレミオロメンの良さね、ジメッとした日常の一コマを切り取ったような曲っていうのは全然ないので、古参ファンからしたらね、ちょっとレミオロメンっぽくないアルバムではあるんですよ。まあ、そんな中でもですね、僕は個人的にプログラムとか青の世界とか、まあ、流星が好きですね。で、そんなアルバム、なぜそんなポップスにね、振り切ったのか、振り切れたのか、というとですね、まあ、すべての曲の編曲に小林武史さんが関わってるんですね。まあ、よく小畑なんて言われるんですけども、この小林武史さんのね、存在感、ね、編曲ですごく大きいんですよね。この小林武史さんはですね、もともとサザンとか、ミスチルのね、プロデュースもしていた方なんですけども、まあ、いわゆる国民的バンドをプロデュースしてきた方なんですよね。まあ、なので、レミオロメンもね、その流れで国民的なバンドにしていきたいというような感じだったと思うんですけども、個人的にはね、この小畑さんとレミオロメンがね、あんまり合ってなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ちょっと無理やり国民的バンドにしようとしたみたいな感じがしちゃうんですよ。それもあってかわからないですけども、歌詞の内容もだいぶ変わったんですよね。まあ、さっきから言ってるようなね、日常の一コマを切り取ったような歌詞ではなくて、まあ、だいぶね、こう J-POP 寄りなというか、大衆受けしやすいような内容になってるんですよ。まあ、なので、このアルバムにも入ってるね、皆さんご存知の粉雪。その粉雪をね、僕みたいな、こう、子さんのファンがね、初めて聞いたときね、すごい売れそうだけど、レミオロメンっぽくないなーって思ったんですよ。まあ、さっきから言ってるように、ジメッとした曲上で日常の一コマを歌うっていうのが、もうレミオロメンの魅力だって思ってたんで、こういう粉雪みたいなね、こう、抽象的なというか、みんながこう、共感しやすい内容で、高いキーで歌う、そういう曲はですね、あんまりレミオロメンらしくないなと思ってたんですけど、そういう曲がね、爆発的に売れちゃったんで、その後のレミオロメンがね、だいぶそこに引っ張られちゃったなーって感じはするんですよ。で、そんな流れで出た4枚目のアルバムが、風のクロマなんですよね。このアルバムは2008年の10月29日に発売してるんですけど、このアルバムね、まあ、全15曲というですね、今までで一番ボリュームのあるね、アルバムなんですけど、なんか僕の中ではね、印象の薄いアルバムなんですよ。いや、僕だけなのかわかんないですけどもね、なんかすごいモリモリのラーメンなんだけど、めちゃめちゃ味薄いな、みたいな感じなんですよ。まあ、ただこのアルバムの曲全部はそんな好きじゃないかっていうとそうでもないんですよね。もう個人的にはね、リズムって曲がめちゃくちゃ好きで、この曲はね、まあ、曲調とかメロディもさることながら歌詞もすっごいいいんですよ。まあ、どういう歌詞かっていうと、鮮やかすぎる答えは求めない、僕らの両手は矛盾を抱えて愛を抱きしめて忙しいっていう歌詞があるんですけど、まあ、このリズムって曲はね、人生とはとか
生きるとはとか、まあ、人間関係とはとか、そういうところについて歌ってるような曲なので、まあ、このアルバムの中では特に聴いてほしい一曲なんですよね。まあ、でもさっきも言ったようにこのアルバムね、だいぶボリュームあるんですけど、結構味薄いなって感じちゃうんですよ。それなんでかっていうと、ホライゾンよりもさらに J-POP に寄ったアルバムだからなんじゃないかなと思うんですよ。むしろ J-POP すぎるぐらい J-POP のアルバムなんですよね。まあ、なので、大衆受けを意識しすぎたアルバムなんじゃないかなと思うんですよ。で、正直僕はこのアルバム聴いた時点で、あ、レミオロメンもう終わったかもなって思っちゃったんですよ。俺たちが求めるレミオロメンじゃないなって思っちゃったんですよ。でですね、その次に出たアルバム、5枚目の花鳥風月というアルバムがあるんですけど、このアルバムでね、ちょっとレミオロメンやっぱいいかもってなったんですよ。まあ、このアルバムは2010年の3月3日に発売してるんですけど、このアルバムはですね、まあ、J-POP さもありつつ、まあ、ロックバンドっぽさってもちょっと取り戻したアルバムなんですよ。個人的にはね、エーテルの次ぐらいに好きなアルバムですね。で、なんでこんな花鳥風月いいと思うんだろうなと思ってよくよく調べたらね、このアルバムに小林武史さん参加してないんですよ。小畑イズムが入ってないからいいと思うんだみたいなね。まあ、小畑さんが参加してないから好きなのかちょっとわからないですけども、J-POP みたいな聞きやすさもありつつ、バンドっぽい部分もあるっていうね、めちゃくちゃ聞きやすいアルバムなんですよ。まあ、個人的にはね、新しいレミオロメンの形がちょっとできつつあったんじゃないかなと思うぐらいいいアルバムなんですよね。でね、さっきからずっと言ってる、もうレミオロメンの良さは日常の一コマを切り取ることだということ言ってますけども、このアルバムにね、そういう曲入ってるんですよ。大晦日の歌って曲なんですけど、この曲ね、どういう曲かっていうと、大晦日に蕎麦を買って帰って茹でて食べるっていうだけの曲なんですよ。まさにね、日常を切り取ったような曲じゃないですか。他にもですね、ロックンロールとか花になるとか、そういうかっこいい曲もしっかり入ってるんですよね。でですね、個人的にはこのアルバムの中でね、花鳥風月というアルバムタイトルと同じね、曲名の曲があるんですけど、この花鳥風月という曲が僕はかなり好きなんですよね。粉雪ほどバラードじゃないんですけど、まあそうバラードっぽい曲なんですけどね。まあこの曲ね、なんでいいのかなってよくよく調べたんですけども、編曲がですね、トーレ・ヨハンソンという方なんですよね。この方ね、スウェーデンの音楽プロデューサーの方なんですけども、まあ、僕の大好きなね、フランツ・フェルディナンドのファーストアルバムをプロデュースしたことでも有名な方なんですよ。で、僕、もともとね、まあ、スウェーデンの、まあ、いわゆるスウェディッシュポップと呼ばれてるね、まあ、カーディガンズとかね、クラウドベリージャムとか好きだったんで、スウェーデンイズムが入ってるから好きなのかってちょっと納得しちゃったんですよね。なので、この花鳥風月というアルバムはですね、粉雪とか、3月9日しか知らないよという方でも、だいぶ聞きやすいアルバムなんで、ぜひぜひ聴いてほしいなと思います。よろしくお願いね。はい、というわけでレミオロメンの全オリジナルアルバムざっくり紹介してまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。今回はですね、オリジナルアルバムに限って話をしてきたんですけども、他にもですね、10周年記念の時に出ためちゃくちゃバカでかいボックスに入ってるね、セルフカバーアルバムもね、すごいいいんですよ。それに入ってる雨上がりなんてね、もはや違う曲なんですけどね。まああと曲単位で言うとね、蜃気楼って曲めちゃくちゃかっこいいんですけど、その曲ね、ライブ音源しか出てないんですよ。だからちゃんとね、音源にしてから活動休止してくれと思うんですけど、もうね、レミオロメについて喋り出すとね、ちょっと止まんなくなっちゃうんでね、これぐらいにしときますけれども、え？立つんだジョー。何ですかそれ。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで以上、北山カンフージェネレーションでした。ではまた。